ワクチン接種についてお伺いします。私の地元愛媛県でも、変異株がですね、猛威を振るっておりまして、でクラスターが発生しております。でクラスターが医療機関、介護施設、福祉施設、散見される状況になってきました。でそんな中で介護施設と福祉施設については、その感染者、そこの利用者さんであったとしてもですね、入院できない、あるいは入院しなくていいということでそこにおられると。その利用者さんにとっては自宅が施設ですから、そこにとどまっていると。そうするとその、ケアをですね、そこの職員スタッフがやるわけですね。介護施設の職員スタッフがでゾーニングして、そして、感染防止にですね万全の注意を払いながら、対応していってらっしゃる。これが今地方のですね、愛媛県をはじめ地方の状況だと思います。そこでワクチン接種ですけども、ワクチン接種は今、医療提供者をまずやって、でその次には高齢者の中でもおそらく大体のところがですね、75歳以上については、接種券を、郵送して今予約を取ってもらっているところだと思います。でそこで大臣、地方の声としてお願いしたいのは、クラスターが発生した介護施設や福祉施設でケアをされている職員やスタッフさんについては、医療提供者、医療従事者と同じ優先順位でもってですね、扱い、もう緊急的にですね、ワクチンを接種してもらえるように、医療従事者今打っている最中、同時にですね、高齢者の方々もですね、これ打ち始めてきております。でこの連休明け、もう今週来週という形の中でですね、医療従事者2回分のワクチンがしっかり確保できて日本の国に入ってくるわけでありまして、これ早急に医療従事者打つわけであります。同時に、高齢者のワクチン分も入ってきておりますので、高齢者も順次これから、大体その2週間で、1500万回分ぐらいのですね、ワクチンが打たれると。だからそれ説明しているのでちょっと申し訳ないですけども、高齢者打つときに施設では介護従事者も一緒に打てるようにということで、それを今説明をする中でお話をさせているわけでありまして、ちょっと委員がおっしゃられるのは分かりますけど、外から外野がですね言わないでいただけます。委員から今言われてるわけじゃないでしょ。なんで答える、なんですかその言い方、なんですか答えろ、答えなさいならいいですか、答えろって何ですか。もうちょっと言葉を丁寧に使ってくださいよ、長妻さん、お願いしますよ。でそれでね、申し訳ない、ちょっとこちらの話は置いておくけど、高齢者が始まっておりますの で高齢者自身が打たれるときに自治体のご判断でワクチンがあれば、介護施設等々に高齢者おられますから、一緒に打っていただけるようにというような判断をしていただけるようになっております。ですからちょっともう静かにしてくださいよ。ですからそこでご判断いただいてですね、高齢者とともに介護従事者の方々もですね、一緒に打っていただく、その施設の中でという対応をしていただければですね、今委員がおっしゃっておられるようなことの心配に対しての対応ができるというふうに我々としては考えております。白石陽一君、スピード感をですね求めたいんです。クラスターが散発している、で、いきなり発生した、でもう対応に追われている、でもリスクが高くなっている、そういう職員さんに対してですね、緊急的にですね、ワクチン接種ができるようにしていただきたい。新型コロナ受け入れ患者がですね、受け入れ病床が今逼迫しておりまして、でその病床をどうやって増やすかというところが課題になってます。で先ほど申し上げた介護施設、福祉施設でクラスターが発生しても入院できないということで、できるようにしてあげたいんですね。そして、介護施設の負担を減らしてあげたいという思いから、その今の状況を変えたいんですけども、それで大臣、この今でも首都圏とか大阪県とかですね、医療崩壊、医療逼迫ということが一番の問題になって、そして緊急事態宣言等延長するという話になってますけども、この病床を増やすということについて、厚労省の打ち手というのはどんなものでしょうか。田村厚生労働大臣。さまざまなことをですね、各自治体と協力しながらお願いをしてきているわけでありまして、これ3月の24日でしたっけね、要するに1月、例の年末から1月にかけてのですね、感染拡大をですね、我々も教訓にしながらですね、各都道府県に対して5月末までを目途に、これは言うなれば一般医療とそれからコロナを両立できるような医療体制というもので、重症化
化病床も含めてですね、病床をもう一回見直していただいて、去年見直し、決めた病床の数ですね、確保数、これをさらに増やしていただきたいということをお願いいたしております。ただ一方で愛媛もそうなんですが、この4月もですね、やっぱり感染拡大がありますので、4月に関しては若干いろんなことがありますけど、5月に向かってのいろんな目標を前倒しする形でもですね、感染者が増えた場合には対応いただくべくですね、お願いをして、ダブルトラックでこれ走っていただきたいというお願いを3月に出しております。で、合わせて1950万というのがございました。これはもちろん緊急事態宣言等々出しているエリアとそうじゃないエリアで若干支援額が変わってきますけれども、これに関してもですね、新たに増やしたものに関してはこれをもう一回適用するという形で、お願いをさせていただいておりまして、とにかく言われます通り重症化病床をしっかり確保すること、それから重症化病床にいつまでも回復してからもおられてはこれはなかなか利用ができませんので、ある程度回復されてコロナをもう移すもう恐れのない方になった場合にはですね、一般病床に移っていただけるような転移支援、こういう形も含めながら、一方で他の医療機関からコロナの重点病院に来られる場合の医師や看護師のですね、この派遣に対する支援も当初の3倍の金額をご支援をさせていただく等々のいろんな対策を組みながら今進めております。大変愛媛も大変だというふうに思いますけれども、しっかりと我々としても支援をしてまいりたいというふうに思っております。病床が逼迫しているということを考えれば、たとえ1950万でも少ないんじゃないでしょうか。この政策の効果というのはどれぐらいあったものか検証されてますでしょうか。28,000床分の申請がございました。でそのうち約7000床分にましては新規に確保されたという病床数になっておりますので、一定の効果は あったというふうに理解いたしております。ネックになっているものとして看護師さんの不足というのがあるわけですね。で看護師さん、特にやっぱり地方になると潜在看護師さんの層もそんな、数も少なくなるわけです。でそんな中で必要なのはタスクシフトということで、今感染症第2類相当ということで、非常にいい、感染防止に気を使ってですね、一人の患者さんに対してたくさんの看護師さんがついているという、つけないといけないということになっている。そのことが一つの病床を増やすことのネックになっているんじゃないかと思います。ついては今看護師さんがやっている仕事をですね、どんどん業者さんにですね、シフトしていって、で その場合には必ずまたワクチン打ってもらわないといけないですよ。順番待ってください、柔軟に対応しますじゃなくて、もう緊急避難的に割り込み でもしてですね、列の並びに入ってもらって打ってもらわないといけないと思うんですけども、そんなことをしながらですね、今の看護師不足に対して、手を打って、そして病床を増やすことができるようにしていただきたい。